接着は、二つの物体が接した時に働く、分子を引き付ける力で起こる現象である。この現象は、技術者においては物体を貼り付ける方法という点で、関心を引き、生物学者には、細胞の働きを理解する上で興味が持たれている。蜘蛛の巣に、接着した、露シ種の物質がくっつく現象である英語のアドジアンは、日本語では接着、付着、密度、粘着。 凝集などと訳される。ただし、厳密には付着力と凝集力、付着力と粘着力は区別され、接着剤と粘着剤も区別される。接着剤と粘着剤の大きな違いは、第一に、粘着剤は接合している間も粘着剤自体は乾燥していないこと。第二に、粘着剤による接合は主に凝集力によるもので、あることである。 物体が吸い付く仕組みは次に示す5つの機構が相互に関与していると説明付けられている。2つの物体は力学的に固着することがある。製本は大掛かりな力学的な結合の例で、マジックテープは中規模、縫製の熱着テープは小規模な例である。また、最近ではダイレクトメールはがきの閉じ込みにも利用されている。すなわち、 紙面に接着した微細なシリカゲル粒子がプレスすることにより食い込むことではがきに閉じ込まれ手で閉じ合わせた圧力ではシリカゲルは噛み合わないので再度貼り付くことはない仕組みになっている二つの物体は化合物が結合することでも接着する最も強い結合は二つの物質の原子間で電子を交換したり共有したりすることで生じる 次に強い結合は二つの物質の酸素、窒素、フッ素といった原子が水素原子を共有することで生じる。吸着という現象でも知られているが、二つの物質はファンデルワールス力により結びついている。ファンデルワールス力は物質内の静電荷と不電荷と帯びた部分により二つの物質が引き合う力である。静電荷や不電荷への分局は、 分子が永久分極している場合の力と普遍的に生じる分子の電子が乱雑に動き回ることで一時的に電子の密度が偏ることで発生する力とがある。有電性物質では電子の受け渡しで異なる電荷を帯び結合することがある。この現象はコンデンサーに似た電荷の構成になっており物質間の静電力が引き合うことで発生する。電子は 一方の物質との結びつきが他方よりも弱い時に受け渡される。物質によっては拡散し混じり合うことで結びつけられる。この現象は物質の分子が移動した外に溶解することで発生する。この例は重合体では物質の分子差が分散し合うことで特に効果的に現れる。また、消結のプロセスでもこの機構が働いている。 金属やセラミックの粉末を圧縮して加熱すると粒子から粒子へと原子が拡散する。そうすると粒子は一階に結びつく。分散が発生する原動力は表面エネルギーの低下であり、化学ポテンシャルの低下もまた寄与している。二つの物体の間の接着力の強度は常実の物質間の接着機構と接している物体表面の形状により左右される。 物体が濡れている場合は、接着面が広がることが寄与しており、物質の表面エネルギーが濡れにより変化するわけではない。ありがとうございます。